サブチャンネルです。じゃん。今どこにいる？今私たちはスカイツリーに来ています。で、なんでスカイツリーに来たかというと、この方でもジョジョで、なんでスカイツリーに来たかというと、こちら、やばすぎ、かっこよ、こちらです。ジョジョ展望台がやってるってことなんですよ。ジョジョ展望台って何って話。展望台でスカイツリーとコラボできて、おい、そっち側に行こうとしてんのか。でもできるよ、スカイツリーがいいのか、スカイツリーが羨ましいのかな、ジョジョとコラボできて。あ、スカイツリーいいなってことね。嫉妬。じゃあ俺も芝生スカイツリー作るの。芝生スカイツリー作るの。芝生ツリー全部あれが、うん、俺、えー、やだね、やだね、すごい嫌な気持ちになりそう、うん、みんなが、日本国民が講習のコーナー日本国民に嫌な気持ちにさせるからやめて、それは、ね、そう、今日はスカイツリーとジョジョのコラボがね、やっているのをね、マネージャーが送ってくれて、こんなのやってるよって言ってくれたから、やばいって言ってね、駆けつけました。別件でなんかやってるんだけど、ウルトラマンが別件でウルトラマンがショーやってる。どこチケットか、こっちこっち見たい写真撮るか、普通に写真撮るわ。はい、今中に入ってきてるスカイヤさんがなんかをしているので、今から行きたいと思います。イエイ、楽しみ。まだね、スカイツリー入って序盤はジョジョっぽさはまだ感じられませんね。どこにジョジョがちょっと壁にちょいちょいいる感じ。一応俺ら服装意識してきた感じ。あ、そう、今日はね、ジョジョ意識のね、うん、この穴ぼこシャツ。はい。で、パンツは私はストーンオーシャンに出てきそうな女の強キャラっぽい感じを演じてみました。ポンスのコーデ、ポンスのコーデはどうですか。かっこいい、かっこいい、ジョジョっぽい、色が派手でね。赤と黄色と青と黒。いきます、いきます。今、エレベーターに乗ってます。耳痛くない？耳がふわーってなってくるよ。耳がだんだん聞こえなくなってくる。喋ってごらん。あ、ね、あ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 くびすると治る。千葉の、千葉の人間。おおおおおあああ、変な感じするでしょ、うん、どこがどうなってるんだ。スカイツリー自体久しぶりに来たな。ね、スカイツリーなんて全然怖いもんね。やばいよ、やばいよ。どこがジョジョなんだろうね。今のところ一切ジョジョではない。一部分がバーってたまになるんだろうな。多分ね。どこにあるのかな。不安になってくる。カフェでご飯食べたくない？先に。見て。え、何？あ、いいよ。うわ。え、コラボカフェあんじゃん。行きたい。ソロカラ先輩が来てるそうです。え、ソロカラ先輩来てるの？はい。やば。え、メインキャラクターの？はい。すごい。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ソロカラ先輩。あれ、ジョリーンの服着てるんですよ、見てください。え、ほんとじゃん。すごい、なんか来たぞ。エレベーターがなんか徐々になってる。ここかもしれない。で、スカイツリー。ジョータロウのオラオラオムライスを今から食べに行きます。ねえねえ。昔懐かしくないシバナンコラボしたじゃん。やったわ。俺ら何出したっけ。あやない、ね、ちぎれちぎれ。ママ、スカイツリーこんなのだって。もう名前だけにもこれがある。コラボカフェどこ？並んでる？違う。もしかしてこれコラボカフェ？コラボカフェ。わ、めっちゃ並んでる。わー、マジか。え、やばい、バカ並んでる。これはやめるか。これはなんかやめそう。うわー、やだ。無駄。無駄無駄だって。うん？これは無理だ。コラボカフェが並びすぎてる。
あまりにも。うん、あまりにも並びすぎている。これは食べるのにあと3時間かかりそうなぐらい並んでいる。そんなか。コラボカフェ。マジか。思い出すね。あの、芝なんね。いや、ほんと芝なんでもやったもん。めっちゃ並んでくれてたもん。ほぼ、名前が、その登場人物つけただけでしょ。そうそう。ね、難しいもんね。でもうちらもさ、クレヨンしんちゃんの次に売れたんだよ。はあ、ありがとう。みんな、みんなありがとう。でも、まあ並べないので、うん、気持ちだけ食います。これ、ちょっと気持ちだけ、気持ちだけ、ジョジョの、ジョータロウのオラオラオムライス、これ気持ちだけ食べます。うん、あ、すごい、来た。来た。こんな感じなんだ。トロトロ。この皿すごくない？めっちゃいい。写真撮ろう。カシャ。あー、コースター。コースターめっちゃ可愛いんだけど、やばい。超欲しい。カシャ。あー、持って帰ろう。持って帰ろう、コースター。嘘つきするな。だって、並んでるから入れない。ということで、はい、食べました。美味しかったです。美味しかったと思います。なので、まあ、スカイツリートロロニンって回って、うん、1回我慢して空腹を、うん、で速攻で飯に行けばいいんじゃないか。 OK、 そうしよう。じゃあ行こう。はい、福丸選手ガラス床に挑戦するそうです。福丸選手行きましょう。パパがガラス床行くって。ここが、あっ、どう、行ける、怖い、怖がる。入ってごらん、ここ乗っかってごらん。あ、大丈夫、暴れない、大丈夫。乗れないのかな。行ってみよう。行ってみよう。あるってことだからね、いいことですね。うん、そうだね、すんごい割って入ってきた。並ぶのは諦めて、めちゃめちゃ空いてる方のスカイカフェに来て、唐揚げとアメリカンドッグ食べてます。驚くほど普通のものを食べてる不服そうです。全然不服じゃないよ。本当、カブレ、カルピス、カブレ、カブレ、カルピス、カブレ。ここね、椅子がないんですよね、このカフェ。うん、これ立ち食い、立ち食いアメリカンドッグ。全店立ち食いでいい。全店立ち食いがいいわ、嘘だろ。届かない、絶対に嘘だろ。早いじゃん。そう、早く終われる。あー、なるほどね。あれちゃん、飲む、買いすぎじゃない。え、飲み物買いすぎ？大丈夫か？俺もだから。俺もだから。あ、大丈夫か？はいはいはい。あ、大丈夫か？違う、逆。皮でかくない？あの皮。こいつだって、あれは何川？わかんない。隅田川じゃない？多分。隅田川とって、このちっちゃい川もあんだよ。これ。細いのも川だよ。これは何川？はい、わかんない。どうでもいい。何があったろうと関係ない。私には。美味しいよ。こういう時にカップルは、うん、あれは僕たちを結ぶ愛の川だよみたいなことを僕たちを結ぶ。ああ、なるほどね。あの川は俺。この細いのがお前。見てごらん。奥で一つに結ばってるだろ。俺たちの未来ってこと。そう。
と、そういうこと、いいね、そういうこと言おう。やだよ、そんな現実味のないこと言われたって嬉しくないよ。はいはい、ここにちょっと血みたいにこれを、これをね、うどう、いくよ、おーい、違う、うん、違う、見て見て、ジョジョのエレベーター、さあさあさあ、やばい、まずエレベーターがジョジョになっています。そうです。さあ、中は何でしょう、このこのやつは何でしょうかね。これはグッズですね、はい、今日狙っているグッズは私はアクスタです。アクスタってどれ、このアクリルスタンド。はい、それでは扉が閉まります。ジョジョ5部の、あ、6部のね、ストーン王者のね、初級用 BGM 流れてましたね、今エレベーターの、え、待って、すごい、やったよ、エレベーター界で一番上がったな。はーい、うわ、かっこいい、はぁー、うーくんと初めて一緒に好きになったアニメ、あーちゃんはうーくんがディオ、あのジョジョ見てって言ったから全部見たんだ。ワムーワムー、勝てばよかろうなのだ、かっこいい、うる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 、うーくん、ちょっと回して、ごめんね、うん、ごめんね、うん、これぶちゃらって取りたい、オッケー、はーい、大丈夫、よろしいですか、お待たせしまーす、どうぞ、ジョジョ T、 タクミコスラクラスにお待ちください、見てな、はい、ということで全部見終わりました、写真も撮り終わり、福丸も寝たので、うん、ご飯を食べて帰ります。こうやってからグッズ紹介とかする可能性が 50%。 ジョロパンナジョバジョバジョ、これはジョジョータロ、空城ジョータロです、空城ジョータロ、これね、絶景のレストランなんですね、こうやって夜に来ると多分もっとムードがある感じになると思います。ありがとうございます。コース料理なのがちょっとね、一気に丼に乗せて出てきてほしい。コース料理が全部、はい、すいません、これ一気にも飾れます、一気にも飾れますか、新玉ねぎを見て、さあ、デザートが来ました、早くしろ、早くしてくれ、危ない、絶対にプクマルに手突っ込まれるよ、やめてー、すごいちっちゃやめてブロマンジェ、はい、いっちゃう、やったプクマルが起きてね、大暴れしてるんですね。お会計もやっちゃっていいですか。帰り道になんか長い滑り台のある公園を見つけたのでちょっと寄ってみました。ほんと、しばゆうとプクマルがこっから降りてきます。なんかおもろいですって感じだけど、お、来た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 、あー、帰ってきました。じゃあ何のグッズを買ったかちょっと紹介してこのサブちゃん終わりにします。すごい、めっちゃ買った。これはちなみにポンスが用意しました。そう、ポンスが全部並べてくれたんだよね。はい、はい、こんなに買いました。やばいよね、これは買いすぎたか。じゃ写真見せてあげて、これ、これです、これはジョルノ・ジョバーナと一緒に撮りました。はい、もう一個あります。なんかね、キラークイーンだね。キラークイーン、須田まさきじゃなくてなんだっけ、キラヨシカゲ。あーちゃんディオのグッズが欲しかったけどね、なかったよね。ディオのグッズなかったね、あーちゃんの。ねえ、なかった。てかさ、あやなん、あやなん王でさ、空城城太郎って言ってなかった？あ、言ってた。間違えた。なんか間違えた。いや、これ変わるんだよ、あーちゃん。あとこれです。あの。間違えてないんだね、うん、飾るやつ、アクスタ、あーちゃんは変わる人で、ポンスが買った、いろいろあります。ということで今日の、ジョジョの奇妙な冒険スカイツリー旅はとても楽しく終えられました。うん、はい、もう疲れたので切ります、はい、バイバーイ。